おじいさん、釣りやんな？釣りバカ日誌。あの浜ちゃん、スーさんがお茶の間にやってくる。俺の釣りの弟子。どうぞよろしく、どうぞ。年は食ってるが、かかっちゃうだよ。釣りの話はダメ。係長に釣りの何がわかるんです？釣りで勝負だ。大変なことになるよ。このバカけ。釣りバカ日誌、新入社員浜崎伝助。